はいどうも、谷口です。よろしくお願いします。前回は、サインやコサインの三角比から角度を決定する、そんな問題をやったんですけれど、今日は、タンジェントから角度を決定する、そんな問題を見ていこうと思います。それでは、早速、やっていきましょう。まず最初にやりたいのは何かっていうと、タンジェントの図形的意味について見ていくことにしましょう。y 2x っていう直線を考えてみるとこれって傾きが2だよね問題だよね傾きが2だから1進んだら2上るってことだよね傾きの定義って x の増加量分の y の増加量だったよねこれ見てくれここを θ にすると タンジェントってやつと同じ式になってるよね。ここのなす角度を θ とすると、傾きは、タンジェント θ と表せるのだ。はい。まとめるとこんな感じ。高校数学で底辺分の高さであるタンジェントをよく使う理由は、傾きという意味付けをすることができるからなんですね。 いいタンジェントは傾き。タンジェントは傾き。タンジェントは傾き。このことを頭に入れた状態で、五十一点一からやっていくことにしましょう。次の直線と x 軸の正の向きとのなす角を求めましょう。として問題が二問与えられています。括弧一から順番に黒板で見ていくことにしましょう。 カッコ1で欲しいのは何かっていうと、この X 軸の正の方向と直線のなす、ここの角度が欲しいって言ってるんだよね。なす角を θ ーーと置くと、傾きルート3でしょ ?1 進んだら、ルート3上るということだよね。だからだから、トゥアンジェント θ ーーっていうのは、ルート3になりそうだよね。 これってさ、1対ルート3対2になってそうだから、ここの角度って60度になりそうだよね。θ ーーは0度から180度の間だから、60度となってゴールです。よろしいでしょうかそれでは、カッコの2見ていくことにしましょう。さあ、カッコの2。 カッコの2は、今度は、ここに、プラス1がついてるね。プラス1がついたとき、x 軸の正の方向とのナス角度は何度になるか、これを見ていくことにしましょうか。ナス角をまず θ と置くと、俺たちが欲しいのは、ここの角度なんだよね。ちょっと、原点を通る、こんな直線考えてみようか。傾きが等しかったら、この2つの直線って、 平行になるよねここの角度が欲しいんだけれど代わりにここの角度求めてもいいんじゃないですかね実は y イコール √3x たす1の x 軸の正の向きとナス角シー θ っていうのはこの切片を落とした y イコール √3 分の 1x のナス角を代わりに見てあげてもいいわけなんですよで。 ナス角を θ ーーとすると、原点通っていれば、さっきのカッコの1と同じように求めることができそうだよね。1増えて、ルート3分の1上るということだから、1対2対ルート3の直角三角形になりそうだよね。タンジェント θ はルート3分の1となるから、 シーターは0度から180度の間なので30度ということになってゴールだね。よろしいでしょうか。はい。ここで三角比の拡張のところの復習なんだけれど、タンジェントってこのように円の図を考えてやるんであれば、タンジェントシーターっていうのは棒人間の頭の X 座標分の頭の Y 座標で定義されるんだったね。あれ X 増えて Y 登ってるよね実は実は拡張した時も一緒でタンジェントシータっていうのは拡張した後も図形的には傾きの意味を持ちますよろしいでしょうかタンジェントは傾きタンジェントは傾きタンジェントは傾きなのだいいね このことを踏まえて51.2見ていくことにしましょう。はい。それでは51.2。0度小なりイコール、θ 小なりイコール、180度の時、次の等式を満たす θ の値を求めようとして問題が2つ与えられております。今回はこれらを単円を利用して求めていこうと思います。ここまい行きましょう。 さあ、51.2、カ括弧の1、見ていくことにしましょうか。タンジェントシータがルート3。さっきから、くど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 言ってたけど、タンジェントは傾きだったね。このイメージを持っておいてね。で、まず何をするかっていうと、最初にやるのは、単円を書く。 こんな感じまず半径1の半円の図を書いてください。でここで何するかっていうと x イコール1のところに補助線引きます。はいこんな感じ。でさてさちょっとこれ見て y イコール 3x っていう直線を考えたとするでしょ。x が1進むと傾きが3だから当然 3だけ上に登るわけだよね。x1 の時の y 座標って傾きになるんじゃない今回傾きがルート3なんだよね。このように x イコール1の補助線入れておくと1の時に y 座標がルート3となる点を取って原点と結べば 傾ききがが √3 の直線を書くことができますいい単円を用いて、タンジェントから角を決定する場合は、x1 のところに補助線を引いてあげるといいよ。いいかなここからは、この図を使って θ を決定するわけなんだけれど、こう考えて、体の傾きがちょうどルート3となる棒人間のナス角が欲しい。 体の傾き具合がちょうどルート3となる棒人間は、こいつだな。ここのなす角度が欲しいんじゃ。この角度ってさ、ここ1でしょここってルート3だよね。1対ルート3対2になりそうだから、60度だね。 0小なりイコール1 8 0度よりシータは6 0度となってゴールですよろしいでしょうかもう一問やってみることにしましょうさあ今度はタタンンジェントシーーイコールマイナス1となるシータを求めてみましょうかさっきも言ったけどこれは傾きがマイナス1なんだっていうふうに見てねまず何をするかっていうと 単円の図を書くんでした。0から180度までしか考えないから、上半分の半円だけ書いておけば OK だからね。さあ、傾きが欲しいので、X イコール1のところに補助線を引きます。こんな感じ。傾きがマイナス1だから、1進んだら1下がるって考えて、傾きマイナス1の直線を引きます。いいね。 0から180度の中で、体の傾き具合がちょうどマイナス1になるのは、こいつやこの角度が欲しいんじゃ。いいね。で、これも図形的に求めます。ここが1で、ここが1で直角だから、 一対一対ルートになんで、ここ四十五度っぽいよね。対頂角で、ここに移るから。ここからここは、百三十五度だね。いいね。ゼロ小なりイコール、シータ小なりイコール、百八十度より。シーターは、百三十五度となって、ゴールです。よろしいでしょうか。はい、本日は、タンジェントと。 傾きについて深く見てきました。タンジェントの式から角度を決定するというところもよくやりますから、きちんと復習しておいてください。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お疲れ様でした。